今回は理論上バドミントンが上手くなる歩き方をお伝えしていきたいと思います。歩きバドミントンのプレーにめちゃめちゃつながりますので、最後まで聞いて日々の歩きからバドミントンパフォーマンスアップにつなげていただけたらと思います。大きく2つに分けて説明します。1つは筋肉のお話です。2つ目は歩幅のお話ですね。この筋肉と歩幅っていうのが歩きからバドミントンのプレーにつながっていくっていうところでお話しします。1つ目の筋肉の話なんですけど、バドミントンのプレーだと腸腰筋とか大臀筋、ハムストリングス、ここら辺の筋肉とても重要ってね言われてるかなと思います。バドミントンでよく使われるこの3つの筋肉、歩きでもしっかりとかっこいい歩き方、正しい歩き方で歩けばこの3つの筋肉鍛えることができるんです。するとどうなるかっていうと、普段の歩きからバドミントンで使う筋肉の筋トレをできるのか、それともできないのか、そういう話になります。でこの腸腰筋とか大臀筋、あとハムストリングス、これらを使う歩き方をすると骨盤、股関節から大きく動く歩き方になるんですね。逆にこの歩き方ができてないと膝下からの動きで多く動いてしまいます。大腿四頭筋と呼ばれるものの前のブレーキ筋ですねが過剰に働いたり、ふくらはぎ筋肉たくさん使ってしまったり、で膝に負担がかかってしまったりしますし、歩幅も小さくなってしまいます。体の上下動もね大きくなってしまうんですね。ちょっと歩き方見てください。まず、さっき最初に NG の歩き方ですね。膝下から歩く歩き方だとこんな感じですね。この股関節、骨盤全然動いてないですね。すると、ももの前、ふくらはぎ、膝とか負担がかかって骨盤、体の上下動が大きくなってしまうので、バドミントンのプレーに全くつながらない歩き方ですね。はい、じゃあ股関節を使った、腸腰筋、大臀筋、ハムストリングスを意識した歩き方はどういう歩き方かっていうと、最初もお伝えしたように骨盤がよく動くんです。骨盤からしっかりとここで足が引ける、足が引ける歩き方がしっかりとバドミントンのプレーにつながる歩き方です。で、一つポイントがあります。腸腰筋という筋肉は足の付け根から背骨までついてるんですけれども、横隔膜と呼ばれる呼吸筋なんですけど、肋骨のこの裏の方からバーッとついてる筋肉と筋連結があります。そのため横隔膜がしっかり働いてないと腸腰筋、テンションがかからずに働きづらくなる、猫背みたいな感じで上体がぐっと前のめりになってしまうと、横隔膜働きにくくなって腸腰筋も働きにくくなってしまうんですね。なのでしっかりと胸を張って肋骨がしっかりとグーッと上がるようなイメージ思った状態で歩いた方が腸腰筋しっかりと伸びて働きますし、大臀筋とかハムストリングス蹴り出しにつながりますね。2つ目、歩幅って話なんですけど、股関節一度の法則ご存知ですか？はい、実際に股関節一度の法則っていう名前じゃないかもしれないんですけど、勝手に僕そう呼んでます。どういうことかっていうと、これ人間ですね。でこれ股関節だと思ってください。はい、で一歩こういう風にね足を出す。でも股関節が一度、たった一度上がるだけでどうなるかっていうと、わかりますか？ここの股関節の可動域一度上がるだけで、歩幅にしたらめちゃめちゃ、足の長さによるんですけど、一歩がめちゃめちゃ大きくなるんですよ。でフットワークで一歩がでかかったらどうですか？動く量が減ってスタミナの温存にもなりますし、届かない球際届くようになります。バドミントンではめちゃめちゃ有利なんですよね。でこの股関節が動く歩き方っていうのが、先ほどお伝えした腸腰筋、大臀筋、ハムストリングスを使った歩き方になるんですね。股関節から動かすっていうことですね。今回は理論上バドミントンが上手くなる歩き方ということでお話ししてきたんですけど、最後にポイントをまとめます。しっかりと腸腰筋、大臀筋、ハムストリングスを使うために股関節から歩くっていうのをイメージする、で意識する。腸腰筋と筋連結している横隔膜でしっかり働くように、上体をこうね丸めるんじゃなくてしっかり起こす。で少しお腹に力を入れながら、お腹をちょっとへこませるようなドローインしながら、横隔膜も働きすぎて腸腰筋もしっかり働くような
状態を意識する。それによって正しい歩き方、毎日コツコツつなげていって、もうそれが毎日の歩きがバドミントンのフットワークにつながっていくことでしょう。これあくまで理論上のお話なんで、これが 100% そうで、これをやるだけで本当に上手くなるとかじゃないです。まあ、絶対に練習も大事だし、もっと他にも大事なことがいっぱいあると思うんですけど、こういう小さいところから気をつけていけると効率よくパフォーマンスアップにつながるんじゃないかなと思います。ということで今日の動画は以上になります。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。